アイテム番号 SCP-609JP。オブジェクトクラスセーフ。ユークリッド。特別収容プロトコル SCP-609JP は一般からの買い上げにより現在財団の管理下にあり、完全に一般市民の侵入を防いでいます。決まった日程に発生する、ライブイベント、時に出現する機材を用いて、SCP-609JP 内302号室カッコ以下 SCP-609JP1 と呼称カッコ閉じにて演奏を行います。ギターに1名、ベースに1名、ドラムに1名、場合によりキーボードに1名の、演奏チームサクリフアイスカーズプレイヤーによってプロトコル、デッドエンドが実行され、ライブイベントを成功に導きます。楽曲は SCP-609JP2 の提供する曲目リストから選択されますが、ライブイベント中に SCP-609JP2 がランダムに曲目を決定する点に注意し、ライブ終了まで演奏を続けてください。どんな理由であれ、このライブイベントを停止することは許可されていません。説明 SCP-609JP は、東京都渋谷区に存在するライブハウス、ブロークンです。SCP-609JP は一般的なライブハウスと一切変わりませんが、定期的に発生するライブイベント時に限り、SCP-609JP 内。302号室カッコ以下 SCP-609JP1 と呼称カッコ閉じが特異性を発揮します。SCP-609JP1 は平時において通常の防音室と変わらない構造ですが、ライブイベントが発生すると、SCP-609JP1 内が SCP-609JP の大環状サイズをはるかに超えた巨大なライブホールに姿を変えます。これらはほぼ毎回、出現する機材、照明等が変化し、決まった形状や構造、デザインは現れませんが、観客が存在していない、あるいは不可視であるという点の2度の権限時においても一貫しています。ライブイベント、発生時、SCP-609JP、1内マイク前に、凹みだらけのギターアンプから乱雑にギターのネックが生え揃った頭部を持つ。白いジャンプスーツの男性が一人必ず出現します。これを SCP-609JP、2と呼称します。SCP-609JP、2に発生期間の存在は確認されていませんが、アンプの奥からディストーションをかけたように無ごく歪んだ声を出し、人間に対して一方的なコミュニケーションを行います。ライブイベントは決まって月末16時より必ず発生し、リハーサルを挟んでから19時に演奏が開始され、アンコール等が発生した場合は遅くとも22時に終了します。これらは SCP-609JP-2 の行動によって多少の差異がありますが、タイムラインはおおよそ上記の通りです。ライブイベントが完全に終了すると、SCP-609JP-1 内にいた人間は自然と SCP-609JP へと転送されます。転送先は定まっていませんが、大抵の場合 SCP-609JP-1 近辺、及び SCP-609JP-1 内に出現する場合が多いようです。転送されたものは、ライブホールがフェードアウトするように消えていく、と証言していますが、これらを映像に収めようとすると、極端な映像ノイズが発生し記録することができません。2000年月日のインタビュー以後、ライブイベントが何らかの理由で中止、失敗した場合、内部に存在していたあらゆる存在の取り込みが発生するようになりました。現在までに、名の職員が行方不明となっています。これに加え、周囲、キロメートルに存在するすべての音楽に関わる物品が瞬間的に演奏不可能な形に破壊されます。これらは軽音楽器に限らず、どのような楽器であれ影響が出ると判明しています。下記は影響の出た物品の抜粋です。破損した楽器の一例。内部に取り出し不能なほど大量の消音器が詰め込まれたバイオリン。消音器は割れており使用できない。未使用、未開封にもかかわらず消耗しきった弦。弦を張る過程で切れる括弧弦楽器全般括弧閉じ。熱で曲げられたかのようにネックが歪曲したギター。弦はすべて破断している。吹き口から縦に裂かれ、花弁のような形状にされたフルート。音の鳴らない密度に材質が変化したカスタネット。鍵盤の消失した電気笛。これらの鍵盤は見つかっていない。ちぎれる寸前まで引き伸ばされたアコーディオン。内部で全ての弦が引き切られたグランドピアノ。異常な電圧で接続先のアンプを破壊してしまうエフェクター。アンプに繋いだ瞬間、過電流によりマイクヘッドが爆発するマイク。PC 上、携帯端末上における音楽アプリケーションの破損、及び起動不可能な状態。
これらはほんの一例であり、その他にも致命的な破壊を受けた楽器類が以上存在しています。すべての事象が一瞬かつ同時に発生しているため、破損の瞬間は一切確認できていません。これらの破壊の起こる範囲は正確には不明ですが、二度の意図せぬ失敗により同区内を超え、区全土にまで影響が及んだことから、ライブイベントの停止は人類の文化活動の一側面に致命的な影響をもたらす可能性が危惧されています。以下は現在の特異性を発言する直前に行われたインタビュー記録です。SCP-609JP2 へのインタビュー記録。SCP-609JP2。カッコステージ上に上り声をかけた瞬間、15秒間にわたる歪み切った説教カッコ閉じ。カッコ耳を塞いでいるカッコ閉じ。上がった。上がった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 。カッコ苦悶しながらカッコ閉じな。何を言って。カッコステージ上から大げさな身振りカッコ閉じ見えねえのか。この、熱気に包まれた、大観衆たちが。カッコライブ会場を見渡す。映像に観客が映っている様子は見られないカッコ閉じ誰もいないように見えるんですが。は、は、はあ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 。誰もいない?いない?この可愛い子ちゃんにはお前らが見えてないようだ。ディスってみな。カッコ10秒間前後、凄まじい歓声が上がっていたと見られる。録音された音声はほぼ完全に割れていたカッコ閉じ。み、耳が。おい、おい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 。ええー、お嬢ちゃん、ステージに上がってきたってことは覚悟があるってことだ。あ?違うか?なあ?なあ?カッコ再び完成。先ほどに比べ短いが、音声の割れようは同様カッコ閉じ。か、覚悟とは?カッコもったいぶるような挙動の後、5秒間の沈黙カッコ閉じギターは弾いたことあるかい、お嬢ちゃん。ええ、まあ、少しなら。だ、嬢ちゃんもそれくらいなら知ってるだろ。まずはテストだ、弾いてみな。カッコ5秒ほどの沈黙カッコ閉じわかりました。カッコ10秒間の演奏カッコ閉じ。カッコ凄まじいブーイングの嵐カッコ閉じ。さ、最近練習してないんだよ。カッコ指を振る動作カッコとピンス。そうかそうか。嬢ちゃん。そいつはダメだ。全然、ダメだ。よしよしよし。わかった。俺も我慢のできねえガキじゃねえ。こうしようぜ。はあ。一ヶ月。一ヶ月だ。そんだけ時間をくれてやる。それ以上は待てたねえぞ。また会えるのを楽しみにしてるぜ、レディ。ログ終了。インタビューの直後、SCP-609JP2 は消失し、SCP-609JP1 は実験以前と同様の防音室に戻った。エージェント、斉藤は事象終了後に問題なく帰還しており、帰還と同時に SCP-609JP1 内に、曲目リスト、が出現した。インタビュー後出現した曲目リストには、SCP-609JP2 が作曲したと思われる楽曲が表記されていました。これらはすべての曲目において音楽に対する嫌悪や憎悪の込められた歌詞が含まれていますが、音楽のジャンルにおいて言うなら、ロックというジャンルからは決して外れず、整った出来の楽曲が記載されています。また、このリストは、ライブイベントが終了する度に SCP-609JP1 内に内容を変えて出現しています。なお、この曲目リストには全ページにわたり、次のライブにはお前らも必ず参加してくれよな、という SCP-609JP2 の直筆と思われる表記がありました。ライブイベントの記録。
記録日時、結果、2000年、月、日、会場概要。編集済み、に告示した会場。演奏曲目、意図せず無視する形。中継機器からの映像が途絶え、SCP-609JP-1 は防音室に戻った。その後、トーク内の楽器店における全ての商品が一斉に破損した。これにより特異性が判明。ライブイベントへの参加がプロトコルに組み込まれた。カバーストーリー、波長実験、と記憶処理等により収束済み。記録日時、2000年、月、日、会場概要。立ちに告示した会場、演奏曲目、演奏は成功。演奏技術において一定の基準にあるとみなされた D クラス職員4名により演奏が行われた。アンコールまでを演奏し終え、SCP-609JP には観客の声援に応えながら消失し、SCP-609JP1 は問題なく防音室に戻った。記録日時、2000年、月、日、会場概要。メッセに告示した会場、演奏曲目、上堂の職員により演奏は成功。SCP-609JP2 から演奏に参加していた D クラス職員たちに対しねぎらいの言葉が送られた。直後、SCP-609JP1 は問題なく防音室へと戻っている。記録日時、2000年、月、日、会場概要。編集済み、に告示した会場。演奏曲目、上堂の職員により演奏は成功。SCP-609JP2 が奏者全員を抱きしめて回り、観客からは盛大な拍手が巻き起こった。拍手が静まるのに合わせ、SCP-609JP1 は問題なく防音室に戻っている。記録日時、2000年、月、日、会場概要。ドームステージに告示した会場、演奏曲目、演奏は失敗。上堂の職員により演奏中、SCP-609JP2 からマイクを奪い取った D クラス職員が、不可視の観客と思われる存在により、削除済み。大乱闘の中、SCP-609JP1 は防音室に戻った。奏者全員の行方は、生死を含めて不明。あくまで楽器の破損現象が起こっていることが確認され、カバーストーリー、伝説のロッカー、により収束された。この事案から、職務に忠実な奏者の選出を行うべきと判断された。これらの実験の後、プロトコル、デッドエンド、が策定され、演奏技術に優れた職員及びエージェントによる対 SCP-609JPO 演奏チーム、サクリフ・アイスカーズ・プレイヤー、が結成された。一連の記録を鑑みるに、これらの、ライブイベント、失敗による文化的危険性は非常に高いと思われます。担当職員は、ライブイベント、に向けての研鑽を怠らず、可能な限り技量の向上に努めてください。前原博士。ほい。ライブイベント、の無視が行われた後、防音室に戻った SCP-609JP-1 に、メッセージの刻まれたギターが出現しました。メッセージは以下の通りです。一度ステージに上がっちまったら、途中で降りるなんてことは許されねえのさ、解読不能な文字列。